初めましての方は、初めまして、そうでない方は、こんにちは、こたつです。今回の単発実況は、ヒドゥンパースをやっていきたいと思います。こちらのゲームはですね、猫を探すという、言ったってシンプルなゲームでございます。ね、こういう感じにね、画面のどこかに、ね、猫がニャーニャーニャーいてますけど、その子を探すという、ゲームでございます。ほうほうほう、こういう感じに。ああ、なるほど。あは。よいしょ。じゃあ、これですね。はい。はーい、一匹目。マウス黒でズームアウト。ああ、なるほど。こういうことね。はい。で、OK。はい。この種の毛糸玉を全部見つけました。はい、NEXT。次の島に移動しますか。はい。ほうほう。お、にゃんこー。はいよ。だー。で、あと、お、あそこにもいるじゃん。よいしょ。で、お、毛玉を見つけ。にゃんこと、なにこれ。あ、これと、で、毛玉あった。毛玉がここと、と、これか。ですね。オッケー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 。ネクスト。ネクストアイランド。はい。今度家がありますの。一匹。これ開けられないのか。どこにいる？にゃー。にゃー。お、にゃー。にゃー、いたかわいいですね、猫。お、煙突の上にいるじゃないか。よいしょ、あとは？あとどこにある毛玉？あった。猫、あと一匹どこいる？猫？こん中にいるわけじゃないよね。どこいるよ。あと一匹どこ？この中。お、いたなんとよくいるね、こういう窓際にね。猫って。日が当たるとこ行きたがりますもんね。お、今度でかくなったぞ。ここと、ほんほんほん。あとは、うんうん、ここにいる。毛玉が。で、お、あ、いた。いない。いないね。あ、いた。よいしょ。で、あとは、上の方かな？雪だるま。お、黒猫にゃんこ。黒猫にゃんこ。オッケー。あと3匹もいんの？あ、いた。毛玉あった。で、お、にゃんこ。お。ブーツ履いたなんかにゃんこだな。よ、違う。よ。よ。もういた。これで、あと、あと一匹と、毛玉が二個。毛玉が二個？毛玉二個？ヒント。いや、ヒントはノーヒントでいきたい。あ、毛玉があった。これだ。ちょっと見えなかったよね。ちょっとわかんないからちょっとヒント。あと一匹を見つけてください。雪だるま。雪だるまがヒント。雪だるまに隠れてるってこと？あ、いた。で、あと、毛玉だね。毛玉のヒントはないんだ。あれ、毛玉のヒントはないの？あ、この白じゃないか。ん？よいしょ。ヒント。毛玉のヒント、段ボール。あ、この中か。あったー。
OK。 次の島に移動しますか。はい。いや、ちょっと難しくなってきたね。おーっと、広くなったよ。広くなったよ。にゃんこはどこだい？にゃんこ、にゃんこ。あ、なんか、段ボール？違うか。にゃんこ、にゃんこ、にゃんこ。お、船の中に、船の中になんかいるんじゃない？船の中にいるんじゃない？ちょっと。船、荷物検査をさせてもらう。荷物検査をさせていただくぞ。ちょっと待って。なんか、上が見れない。いない。あれ、いない。あれ？あれ、いなかった。え、嘘、いるでしょ、この中。え、絶対いるでしょ、これ。あ、いた、いる、いる。この中にいる。ちょっと待って。操作が、あかん。ちょっと待って。ちょっと船の中を見たいです。船の中を見たいんです、私は。船の中を見たいんです。よっ。猫が操縦してる。猫が舵を取るなんて危険な船だ。あとは6匹と3つでしょ。あ、いた。あとはまずやっぱ家の上に中にいるよ。あ、いた。違った。で、家の中、あ、ここだ。いない。あ、いた。同化してたよ。いた。あれ？これ違うの？これ違うんだ。マジか、違うのか。ルービックキューブ。なぜ。ここは？お、毛玉？毛玉じゃないか。違うね。中？水だね。よっ。この中は、いないね。お、毛玉一個。毛玉の、結構難しいな。あ、いた。いたじゃない。毛玉だな。あと4匹でしょ？どこにいんだ？どこにあんにゃん言ってる？あ、帽子取れるんだ。どこにいる？あ、これか。いた。でも、あと3匹でしょ？あと3匹。あ、いた。あと2匹。あと2匹。あ、ここ開くかな？開かないか。あ、灯台の上見てね、山だ。いた。オッケー。そんなとこいたら危ないよ。でもあったかいのかな。で、猫はもうここいないね。あと一匹でしょ？ちょっとヒント見ようかな。ヒント。え？石みたいな場所。岩？ヒントが難しい。毛玉は？樽？俺全部調べなかったっけ？あ、あった。俺調べてなかった。さあ、これで毛玉は OK。
もう一匹がどこだ？にゃーにゃー言わないからな。近くないってことだよね。こっちかな。あ、いた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 。こんなとこ危ないよ。お、ペンギン。ノンシャンがおるじゃん、ノンシャンが。ね、いた。まず樽の中だな。いた。オッケー。で、井戸の中にいるんじゃないの？大丈夫これ。いた。ウォリーを探せみたいで、お、いいな、ペンギン。ウォリーを探せみたいで面白いですね。よいしょ。ないね。こんなの絶対いるでしょ。あれ、いない。いないね。え、どこだ？樽？え？なんかこの辺に、あ、いたいた。あとは、車の中は見れない。井戸の中見れるのかなこれ。これ見るの難しいぞ、これ。これ見れねえな。よいよ。ペンギン、いた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 。あと4。いた。あと2匹。あと2匹。あと2匹。それ毛玉があと5個。あと5個？毛玉。こんなに隠す。あ、いたいたいた。あ、こっちにあるじゃん。ここにあるじゃん。あったー。ないね。あと一匹？薪の束ってさ、この家の後ろだよな。薪の束。え、この辺にゃーにゃー言ってるけど。あ、ああ、動かせるのね。あはははなるほど。で、毛玉があと4つでしょ？車、あ、あった。あとは？ペンギン。ペンギン？ペンギン？ヒントペンギンって、ピン、そのヒントのペンギンが多すぎるんだけど。ペンギン多すぎませんか？ペンギン。ペンギン。あった。他は？あれ、まだペンギン。まだペンギン。おー、あった。もう今度岩場。今度岩場。岩場、また難しいな、岩場って。そこら辺岩場じゃないか。あった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 。オッケー、クリア。はい、次の島に行きたいと思います。おー、また広いぞー。また広い、猫12、5匹とか。実際にさ、15匹もいる場所とか天国だよね。いないねえ。いないねえ。とりあえず発行。いた。オッケー。いないねえ。
あ、見えない。違うか。よ。よ。よ。あ、いた。いないね。とりあえず民家を全部調べないとね。あ、いた。知るか、どん中に。いる？この中。いないね。あ、この中に開いてんじゃない？あ、いた。郵便ポストにも開くのね。ここは？開かないね。いないね。他は？買いそうな場所。この中いるんじゃないの？いないか。いないね。いないね。こん中は？あ、いた。ほんと猫っていろんなとこ入るよね。こん中は？いた。あ、いた。あとは上の方だな。おいた。ん？違うのか。マグカップ。なんでこんなとこにマグカップ。あとは、あ、いた。箱の中。いた。まず家の窓を開けて、で、こっち開けて、いないね。おもちゃか。窓の外におもちゃってどういうことよ。あ、これの中に、いないか。違うか。あ、ここ開いてない、ここ開いてない。いないか。よっ。いた。オッケー。猫5匹。あと5匹もいんの？あと5匹、いたいた。あと4匹。あと4匹か。あと4匹。難しいな。よっ。あ、毛玉。あ、ちょっと選べない。オッケー。よっ。いないね。屋根の上にいないのか。あ、いた。煙突の間とか。なかなかわからないな。あと3匹でしょ？まず、ヒント。家。待って、そのヒントがね、多いんだ。そのヒントの対象となる家が多いんだって。多いんだって。あ、毛玉めっけ。下見るか、下の家か、今度は。
こだろう。家でしょ。ちょっと毛玉の方探そう。今度岩か。難しいなぁ。岩場でしょ。あった。続いて赤色、赤色、家の赤色、同色じゃん、同系色じゃん。同系色は探しづらいよ。同系色は探しづらいって。この辺にやーって言ってんだよね。この辺なんだよね。あ、いた。いたー。毛玉を探すつもりが。違うな。あった。オッケー。木。家よりも多い木。あ、こんなとこに木のあれがある。これなんか調べるの大変だな。こん中で調べるの大変だぞ。よっ。いないね。木ってことは下側から見た方がいいんだよな。台になんかある。てかこの家全然見てねえや。いた。ルビックキューブぎっしり。この辺にいるぞ。いたー。お猫はこれで完璧。あとは毛玉だ。毛玉、毛糸玉、毛玉って言うとおかしいな。毛糸玉。毛糸玉が木だろう。木難しいって。木難しいって。木難しいよ。木の頂上とかにこうクリスマスツリーみたいにつけられてるんならあれだけどさ、そんな木はないでしょう、さすがに。ちょっとギブアップしようかな。それとも揺らさないといけないとかかな。こう揺らせるのがあるんだよ。揺らせるっていうのがあるから落とすのかな、揺らしたことによって。あ、あった。オッケー、見つかった。はい、ということでヒドゥンパウス、そろそろ終わりたいと思います。ゲーム自体はですね、まだまだいろいろ探すようにできるんですけども、まあ、今回は単発実況ということでこの辺で終わりたいと思います。皆さんね、ぜひぜひ、にゃんことか毛糸玉を探して癒されてみてはいかがでしょうか。はい、絶賛 Steam で発売中でございます。ということで、また別の作品でお会いいたしましょう。じゃあねー。